次は私が行きますよ。バカキャジャルバSweet Home.
イートホームという曲でございました。さあ、しゃべられたら早いのこれ。Thank you.
めでとう、はい、ハイメンバー優秀君でございました。いやー、こんなに汗かいて久しぶりだな。ギター桑原洋介、オンベース、デス武田、いつも私の後ろですね、隠れてます。オンドラムス、パパ小山で、こう言ってるんですね、ボーカル&こんな笛みたいなやつを吹いてる人、地図、地図です。で、私が、こっそり八郎と申しますよろしくお願いします。時々一人でこっそり一人こっそり八郎っぽくやってますので、聞かれましたらぜひお呼びいただきたいと思います。あ、今のちょっと1分過ぎちゃうなじゃあね、もう後半戦というかクライマックスに入ってまいりましたので早いねこれね、割とね、さあ、残りの2曲はですね、まあ、恐ろしいことに、初披露お披露目の曲を2曲後ろに持ってまいりました。恐ろしい、恐ろしいよねでもアリフあんまりやってる人いないんじゃないかと思ってかなり挑戦です、やってみますよ。最大あの期待を裏切っても裏切らなくても終わったら拍手をお願いしますって3か終わったってほとんどお猿の芸みたいですが、じゃあちょっとチャレンジしてみましょう。誰が暇な姉ちゃん、ヒューマンネイチュア。Thank you.
拍手、どっちにしても拍手。すいません、質問していいですか。ダメです。スミラーに入ってるんですか。はい、スミラーに入ってる。そうです。マイケル・ジャクソンチャレンジしました。そうですね、マイケル・ジャクソンのヒューマン・ネイチャー、暇なネイチャーってやつですね。私の華麗なるダンスとともにお送りしましたアンコール。いやいやなんか面白いおじさんいるぞ。いないよ。はいはい、すみません、よく見えない。メンバー紹介をさっきやったんで、一応、ザ・サクラギジローズという、バンドの面々でございました。次の曲は最後ですね。これも新曲、これはね、割と、いい感じなんでハードル上げないで、これでお別れでございます。最後曲ですね。パクさん、we'll be right back.
ありがとうございました。まだまだ続きます。